はいどうも皆さんこんにちは、ぴよちきチャンネルプヌシのぴよたです。さあ今回もスプラトゥーン3マッチやっていきたいと思います。今回やっていく武器はこちらとなります。ボトルガイザーですね。こちらスプラッシュシールドウルトラショットを持っているシューター種の武器となります。まあ、理論上最強武器と呼ばれていることもあったりします。まあ一応ね H3 リールガンだったりボトルガイザーだったりクロートとしてね熟練度が高い人が使うとめちゃくちゃ強い、そんな武器ですね。まあこちら熟練度はそんなに高くはないね。僕は今回は、薬莢サーマルインク、インク効率のメインでやっていきましょう。それではガチホコバトルスタート。さあまずは特徴についてご紹介。まずこのボトルガイザー一発目がすごい特殊な挙動をします。見てくださいね、ここギリギリ届く場所、ここ届きますね。じゃあ2発目以降見てください、どんだけやっても届かないんですよ。1発目だけ射程が長いので、しかも一発目の威力見てくださいね、38です。でよいしょ、よいしょ、これ一発長押ししてる状態だと30なんだよ。でしかも一発目はね弾ブレがないんです。ジャンプ打ちだろうがなんだろうが弾ブレないです。つまり一発目だけ射程が長い、威力が高い、弾ブレがないというまあそういう武器なんですよね。なので上手い人はこれで確定3発を当ててくる。ちなみに威力が高い38だと、確定3発で、長押しの状態のやつだと30ダメージ確定4発となります。確定数まで変わるんですよね。なのでそれをうまく使ってまあキルをするときは連打をしながら、キルをしないときは塗りがねこちらの方は強かったりするので、まあスプラッシューターぐらい、まあそれよりちょっと低いかぐらいのね塗りはありますのでっていう感じですね。ということでお相手はゴツガロン、ゴツガロンと若葉シューター、よいしょ、ウルトラショット、ゴツガロンと若葉シューターと、パブロとスプラシューターコラーボンヌ。はい、おっと、あ、どこ行ったあいつ、降りた、いるね、よっお互いにすげえことになってんな。ほっ、帰りまーす、さようなら。逆境なので残れば残るほど私は有利です。まあとはいえやれるときに押し込んでデスするのは別に悪いことではないです。よいしょ、いるね、よいしょ。ゴツガロンと比べて火力自体は低いですが射程はこちらの方が上です。ついでにサーマルインクで当てた相手は見えるので容赦しないぜ。あ、容赦しちゃった、しゃあねえ、今回はこれくらいで勘弁してやろうではないか完全に3下だな、魔王の四天王補佐みたいな、そんな微妙なレベルだよ。あー負けんのね。ちなみにこのスプラッシュシールド、DPS 最強と言われるものでございます。なんでかっていうと恐ろしい速さで HP が減るからですね、これ当たると。ほっ、よいしょ、 OK、 あー OK ではないか、ほいほい、ナイス、ウルトラショット、ね、あーくそーさせない、パブロかやってくれたな、さすがに無理か。ウルショで数落としてるから今だったらいけるかなと思って突貫したんだが隠れてたね、えらい。さあどう来る、あっちか、上のルートから来るね。じゃあ塞ぎます。奥からくそーさせたくはないんだが、ここ塞ぎます。とりあえずルートをどんどん塞ぐ。 OK、 うまい、うまい
塗り自体はそんなに単発打ちのところでは確保できないから、そこの部分をうまく長押しのやつと比べながらなんとかやっていこうぜというところ。ほっ、いいよ、ちょっとずつ進んでいけ。あ、あれ、あ、飛んでこないじゃん。あ、うわー、怖っ。さあ、逃げ惑うのだけには定評がある僕です。まあ逃げ惑うだけなんだけど。あー、届かない。どうしよっかこれ。ほっ、ダオ。1対1の対面した瞬間にとことん弱くなるな僕。さあもう防衛行こうか。残りの時間的にも防衛行った方が絶対いいでしょこれ。残り30秒だしね。どう来るかな。あー、どこ行ったあいつ。あー、あったあったあった。ゴムの場所的にここら辺の下の仮想から飛ばしてきてる説はワンチャンアリーノアリーノアリーノアリーレベルチ。ふったー、ウルトが使えてなー。爆発したけどワイプアウト。どうしようこれ。15だろ。止めに行くしかねえ。あ、最悪だ。ケイ、エイム悪くてよかった、よかったじゃない、エイム悪くても当たっててよかった。本当にギリギリじゃ、危ない、本当に危ないじゃん。あー、よかった、ギリギリなんとかなりましたね。ガチホコブロックナンバーワン、ガチホコブロック。うん、確かに最後ブロックしたからもう私こそがチャンピオンだと言わんばかりに。いやでも結構僕耐えていい感じに動けたんじゃないかな。スプラッシュシールド絡めて戦闘するの僕すごい苦手なんだよね。なんかもうサブばっか使うかサブを使わないかのどっちかが多いからさ。だからなんかサブを使いつつ戦闘するっていうのがすごい難しいの。クイコンとかさ、クイックボムを絡めたコンボってクイボポーンっていうのがさ、まあ一瞬だからもうあれもなんかメインのコンボの一環として発動するからさ、なんかわかるもんだけど、そこがねどうやってもなんか慣れないとこなんだろうね。まあ、ビーコンとかトラップとかはさ基本的になんかもう使ったらそのまんま放置だし、ボムとかは牽制にポイポイ投げてその後メインをーってあんまないじゃん。だからねそこの部分を慣れるようにはしていきたい。うーん長々と語ってるけど、まあでも一生できてよかったよ本当に。まあ少なくとも一生はできた。よいしょ、わお、急になんかカメラが変な方向向いた。でっと持ち帰るときにカメラ変な方向向くんだよな。ちょっと酔うような感じのカメラしたら申し訳ないですね。さあということで、さあ頑張ろう。第2戦目だね。2戦目か、まだなんか1戦目から濃すぎてもうなんか数戦やったようなレベルになってきた。さあ今回どうだ。こちら側がボトルガイザー、モップリン、そしてモミジシューターが2、お相手がデュアルスイーパー、ここからきっちり届くか。お相手がデュアルスイーパー、スプラローラー、あっとこれまずいね、いるね多分。スプラローラーでスプラシューターこっちだね。ダメか。とりあえずなんか適当に置いとくだけでもめんどくさいから、インクに余裕があったらまず打ち合いを始める前に置いておこうか。ん？側面からなんかボム来たな。ボム、おお、あっ、うわ、さあ何人やられた。おお、うまい、モップリうまい、ナイスモップ。いやーすごいねモップ。お、戻ってきた。おかえりモップ。あだ名みたいになったな今日からお前の名前はモップだ、よろしくなモップ。
ゲスープラッシュシールドがやったうえジェットかあれジェットじゃんデュアルかあの射程で負けるのはデュアル以外ありえないこいつも別に単発撃ちしてる時の火力はなかなかある方だもんステイでダオいやーこれはきついか止めらんない関門突破上にいんのかあれゴツだねあの発射レートドゥ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 っていうさ降りて平気あダメだよねやっぱダメだねあーどうしようこれほんとはい来るよこっちてか来るよとかそういうの関係なくやべえよあーれほいうわそんなぴったり来るナイスそんなぴったり合わせられると僕も逃げようがないぜ置いときまーすだだ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 何がいたの多分ローラーでしょうねやばいこんな変な打ち方するんじゃないエイムがいよく弾ブレがないってことはちゃんと狙った位置をリッターのようにいけるという証拠なんだからいかなきゃいけないか誰も持つ気ねえんだよなマジでとりあえず味方の多いとこなるべく行こうかほっマジどっから来てんのどっから来てた結構周り警戒してたんだけどそれでもいやイカ人ってことを考慮しておかいやウルショよく当たるね僕のウルショはあんまり当たんないてかウルショが発動できるくらいまで僕今回生き残ってなくねだいたいローラーが暴れすぎなんだよな逆境発動する前私も死んでるだから危ないな本当に危ないないやどうしようこれ指切りするのに全てをかけすぎているから周りが見えなくなってんのとローラーとかのやつを見てちょっと注意力がさいやそれは言い訳だやおー死んじゃう私が死んでしまうゴー私が死んでしまうよーこれはノックアウトいやーされてしまったかマジかーいやなんだろううまかったね全体的にうまかったんだけど進出鬼没すぎるローラーがマジかこんな風になってしまうかいやでもどっちにしろ勝てたかって言われると怪しいよなこれ進出鬼没が過ぎるぜ本当にまあとりあえずあーこれはダメだねいや自分で自分を今慰めようとしたんですがダメだねこれは自分で擁護できないレベルの戦績してるわ2キル級ですわ死にすぎだよそりゃウルショが発動できねえなって思うわけだわそりゃそうだよなだってこんなデスってんだもんスペシャルゲージが溜まりきる前に私死んでんじゃんいやー1試合目のスコアはまあまあ良かったのになまあそれでもか周りが優秀すぎるわデスも少ないけどキルも少ないキル5だもんなこの武器キル武器なのにどちらかというと私はキル武器を持つと大体ダメになるんだなっていうことが分かりきってるんだけどそれを許容はしてないんだよな自分の分析結果としてそれは知ってんだけどでもそれだからといってじゃあキル武器持たないっていうのはなんかちょっと違うじゃんっていう僕もさバトルものとかによくあるバッタバッタ敵をキルしてさヤッハーっ
やるやつやりたいわけですよ。ここから先は俺一人で全部止めてやるぜみたいなことがしたいわけですよ。それができないってのもね、なんか悲しいものがあるじゃないですか。はい、そういうことで私はこういうことで切る武器を持ってます。ちなみに、指切りという技術がございまして、まあ指切りという技術というか、まあ、基本的に一発目だけをやるために連打するだけなんですが、こんな感じでねやってると一発目だけをやるんだよ。すごいよね、綺麗に飛ぶよね。一方それを使わないで長押ししてるときって、見てください、弾ぶれがさ、ほらもう目に見えてわかるよね。あと一発目だけすっげー遠く飛んでるのもわかるよね。こう高台でやるとさ、こっち本当に弾ぶれないのよくわかるね。ただこれやってると本当にセミオートだし、一発一発押しながらエイムを定めないといけないから、これ結構疲れるし、撃つことに集中しすぎて敵に当てる運がねあんまりっていう感じになってしまうところもあります。実はね、ジャンプ打ちするとよりブレるよ。さあこれは通信エラーかな。やばいねこのブレ方。ここ3本がさ指切り使ったやつで、こっちが連打とか何もなくっていうやつだけど、本当に弾ブレてんね。こうなんか改めてインクをさ客観的に見てみるとよくわかるね。さあちゃんと始まってくれて私はちょっと衝撃を受けてるよ。こうやってる時に、いやー通信エラーかいっていうことをちょっと予想していたら、通信エラーじゃないんかいという、そういうことになってしまっていて、私はビビってます。ビビってるというか、密かにちょっとしたねがっかり感と、でもちゃんと試合始まってくれたからっていう安堵とありますね。ということで、お相手はスプラシューターが2人、ソイチューバー、そして、スクリュースロッシャーのネオですね。こちらがイグザミナーゴツガロンスプラシューターのコラボ。お前大丈夫それ。あれ？なんか人が消えた。これさもう行っていいんじゃない？わお。はい、いらっしゃいませボンバー、いらっしゃいませボンバー。スプラシューターでやられたか。さあどうだろうね。69、まあ69っていうか、関門ここ結構刺しやすい場所だからね、あんまり当てにはならないんだよね。ほいほい、チューバーを防ぎつつ、どう来る。あ、マザー、ほい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 。あ、これ位置バレてんだよな。あー、そんなところに、ふっ、くそー、オッケー。そうか、エナスタがあるから。どこに誰がいるか分かんないんだよな、こう見てると。とりあえず塗って塗って補助をして、うわー丸みさ暴れつつも、ほい、大抵こういう時って裏から回ってこられるんだよな。なんかホコ台塗られてるし。大丈夫？やばそう。マジかよ。ナイス、うまっ。ほっ、はっ、ダメか。ほう、戻りまーす。オッケー、うまい。うまく自分の身守りつついったね。うん、あ違うわ、これイグザミナーじゃん。すげえすげえやべえよって思ったら、よいしょ、ほっ、防ぎつつ、くそっ、ダメか。よし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 、とりあえず、あーエナスタ欲しい。エナスタ発動してイグザミナーが持ってってるか、これ。とりあえずそこが真上、降りてこい。ここを使って当たったから、見えてるよ、見えてるぜ。今のはなんか4発入ったな。
うまい。でもよくここまで寄せた寄せた。これはでも1分半の段階ではナイスの部類。こちら側塗っておきましょう。ちょっと防ぐための防衛機構、必ずこのルート通るのは確定なんだから、どちらかのルートは通らないとここは落とせないんだからね。あ、落としたね。奥か、こっち。うまい、ちゃんと撃ち抜いたよ。さあこういう時に、あ、うわっ、一バレすんのマジやだな。別に潜伏してやりに行くわけではあんまないんだけど、うーん、とりあえず適当に置いとこうぜ。あ、ありがとうなさ。ほいほい、オッケー、せーの、オッケー、うまいよ。このルートマジでめんどくせえな。あそこ塞ぐだけで当たるね。取りに行くか。ナイスナイス、よし、これに関してはもう味方と意思疎通取れたね。もう取って持ってこうぜ。いやでも味方があそこまで持ってってくれたのマジで偉い。よくあの状況から残りカウント十数まで持ってったね。偉すぎ。ナイスー。お、ゲソバンプ味方がしてくれている。私の活躍はどんな感じ。あー、なるほど、一つだけ銀か。でもそれでもいい感じのスコアしてるよ。さあということで、まあ、試合時間は長くなりがちだがラストいきましょう。参戦の試合時間ではないんだよ。まあ、マッチングの時間もなんか今回すげえ長いからそれもあるんだろうけど、いやーでも誰が活躍してくれたんだろう。スプラシューターコラボの方か。いやーでもね、個人的にエナスタがありがたかったからイグザミナー助かりましたね。ここ割にもイグザミナー強いしね。割るの強い人がいてくれると、こういざという時に持っていきたい時に割って持ってくっていう動きができるし、イグザミナーはスペシャルをさ、エナスタ自分で吐いてやるとその矛持つリスクが消えるから、ほぼそれがありがたいことだよね。自分でリスク軽減して持てるっていうのは偉いこと。さあということでラスト4戦目いきましょう。なんとかバッといってバッと終わりたいね。言語が消えているね。もうちょい単語を考えて喋るというレベルにバッといってガッてやってわーってダメだ。さあということで、ラスト第4戦目いきましょう。お相手はスプラッシューターコラボデュアルスイーパー、そしてそしてオーバーフロッシャーのパブロか。ほっ、ついに味方のギアとかもここで見るのが大事だよって言われたんだけど、とりあえず敵にラスパとリベンジ、リベンジ誰が持ってる。スプラッシューターコラボは倒した後こっちが狙われるってことを覚えていきましょうか。ふっ、しゃ撃ち抜いた。関門は突破されたけど、でも味方がボッコボコにやられてる隙をちょっとは埋められたかな。あれウルショで一発で崩れ去ってしまう、そんな脆い場所だったな。やっぱり雨降らしも個人的にやべえ、きつ。よし、ストプリ愛してる。マジかよ、そんな名前してんの。やべえ人がいるもんだ。別にストプリをバカにしてるんじゃなくて、なんだろう、私はジャニオタですってスプラトゥーンの名前にするみたいなようなもんだよ。まあ別にね、そうなんかファンを公言するのはいいんだよ、いいんだけど、それをさ名前にするゲームのっていう、あーおーやばい、取られるって、取られていく、そして落としていく。
いやーなんで誰も持たねえんだ。あれ、ユザミナーの方、これさっきもいた方じゃね？ユザミナー抜けてたよね、さっき。たまたま同じ人来たのか、これ。よいしょ。もうこれはこのまま耐えて消そうぜ。はい、オッケー。でもいい。ラスト一発に関してはマジ適当だったな。あーやばい。あ、それはありがてえ。ちょっとリスクが高いわあそこ。よいしょ。裏入ってくるかな。やばい、オーバフローの弾が普通に厄介。いやーどうするこれ。ほんと相当よいしょ。 OK、 あぶねー。ほっ OK、 なんとか潰した。こっちからは潰されないようにちょっと守りつつやってあげるけど、後ろにいるね。 OK ですよね。なんかやれたわ。ほっ、ナイス。あ、ほっ、あ、消されたわ。どうするあれ。当たんない。もう、あっ、マジか。これ取れない。無理やり取っていく。ただ30カウントまで進められてるのが本当に辛いな。あ、いける？飛びましょう。ただリスキーだよね。来るの待とうか。ほらよ。ふっ、ここ長弾すんのマジ恐ろしいんだけど。いって、全盛期の赤ちゃん、パズー、パズーシーター。いやつじゃん。やべえ、シーターって言ってる。カルチャーって言ってる。あっちが出てきてしまう。違うな、それ隣の方のおばちゃんなんだよ。セイヨー、セイヨー、オッケー。もう行くしかねえ。さすがに無理か。いやでも約あそこ落としたけどね。さすがに場所が悪いか。あそこどうなんだろう。ガチ方向侵入禁止エリアっぽい気もするんだけどね。耐えられた感じですか。まあやられましたか。くそー、ホップソナーがマジ乱戦で来た時にもらったんだよな。2発もらったよね多分。あー言葉にならないね。さあということで負けです。負けかー。まあしょうがないといたしましょう。ということで結果は4戦して2勝2敗、五分五分ですね。まあ2勝2敗だったら収支はプラスになるからいいんだけど、2勝2敗はプラス、いや本当イコールか。本当に収支はイコールになるぐらいだから、まあ悪くはないんだけどね。もうちょい、もうちょいこうちゃんとキルをしたかったね。このキル速ができんだよ本来だったら、っていうところをもうちょいうまく使えたらっていう感じですね。ということでここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあねー。